生ロボコン2021-22全国共通予選操縦ロボット競技会。操縦ロボット競技会の競技部門です。本日の司会を担当します、ナレーターの高橋彩乃です。同じく司会を担当します、愉快工学の花森ひろきです。よろしくお願いします。この大会は小学生ロボコン2021-22ということで、 NHK の番組でもおなじみのロボコンの小学生バージョンです。来年3月に東京で開催予定の全国大会への出場権をかけた予選会の一つです。はい、今回オンライン開催ということで、ロボコンはもちろん競技もフィールドもご自宅で自宅していただいての参加なんですよね。北は北海道、南は沖縄まで、本当に日本全国からビデオ審査を勝ち抜いた小学生が出場する今大会となっております。午前中は競技部門ということで、得点やスピード自慢の選手50名が登場します。僕も大会の審査映像をですね、いろいろ見させていただいたんですけど、まあ、自分が開発したキットとか NHK の方と一緒に考えたルールとかが、こんな面白い大会だったり、いろんなアイデアだったり競技になったりするんだっていうのがすごい感動を受けて、はい、今から期待で胸が、ね、膨らみっぱなしなんですけれどもすごく皆さんの活躍をです、ね、楽しみにさせていただいてます。はい、楽しみにしております。一体ね、どんなロボットが、アイデアロボットが登場するのかっていうところなんですけれども、早速始めてまいりましょう。それでは出場する選手の皆さんの登場です。選手の皆さんは画面をオンにしてください。ね、おー、みんなチェックしてくれてます。すごい。おはようございます。はい、たくさんの選手の皆さんが集まってくれました。皆さん、全員ミュートなんですけどね、すごい声が聞こえてきそうな感じで、はい、朝からいっぱい元気をいただいてます。皆さん、心配、頑張ってください。はい、頑張ってください。では、はじめに主催者を代表して、科学技術館学芸員の松浦京より、大会のご挨拶をさせていただきます。改めまして、皆さんおはようございます。元気いっぱいに、声は、ね、聞こえないですけど、お返事ありがとうございます。今日はこの大会にご参加いただきまして、本当にありがとうございます。皆さん今日ぐらいから冬休みの方が多いかなとは思うんですけれども、でも休みに入る前にもね、たくさん準備をしていただいて、またビデオ審査にご応募くださって本当にありがとうございました。今日半日だいぶ長い、戦いになるかと思いますが、選手の皆さん、そして、ご支援くださっている、ご家庭あるいはその他大人の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。今回の大会は先ほどからお話があるように2021-22っていうちょっと不思議な書き方をさせてもらっています。なんでかっていうと、今日は2021年12月ですけれども、さっきお話があったように2022年、来年の3月に全国大会決勝になる、ね、大会があります。今日はその大事な予選会という意味もありますが、のでね、2021年に、そして22年に、次の戦いに進めるぞっていう方もいらっしゃると思うんですが、もちろん競技なので、結果がねどうなるかというところはあるんですけれども、今日は皆さんが頑張って、作ってくださったロボット、それから、ロボットと一緒に皆さんが頑張っているところを、ぜひいろいろ見せてもらいたいと思います。どうぞ頑張ってください。よろしくお願いします。はい、松浦さん、ありがとうございました。続いて同じく主催者を代表して NHK エンタープライズ公益的イベント事業部部長の岩谷典子よりご挨拶させていただきます。メリークリスマス、皆さんおはようございます。今日は小学生ロボコンへのご参加ありがとうございます。皆さん、ロボット作ってみてどうでしたでしょうか。楽しかったですか。楽しかった人、はい、あ、ちょっと見えませんけど、はい、どんなアイデアでね、ロボット作って工夫を重ねたかっていうのがすごく、みんなチャレンジしてくれたと思いますけれども、それはとっても大切なことだと思います。楽しんで挑戦することで、これからみんながいろいろ持ってる夢に近づくことができると思っています。この前、日本から初めて宇宙飛行士じゃない前澤さんという人が宇宙に行きましたね。
で、皆さんが大きくなった時にはきっともっとたくさんの人が宇宙に行けるようになっているんじゃないかなと思っています。今日参加してくれた人の中からロケットや、それからまた誰でも宇宙に行けるようになるための宇宙服を作る人がいるかもしれませんね。はい、でそれがもっと違うロケットじゃなくてもっともっと新しい乗り物を発明する人がいるかもしれません。私はとてもワクワクします。今日は作ったロボットを頑張って動かしてロボコンに参加してもらいますけれども、うまくいったりそれかうまくいかなかったりすることもあると思います。もしうまくいかなくてもあんまりがっかりしなくても大丈夫です。なんでかっていうと、自分のアイデアでロボットを動かしたことがもう十分すごいことだからです。そしてこれからみんなも楽しみながらもっともっといいロボットを作ってみたら、それがいろんな夢に近づくことになるんじゃないかなと思っています。皆さんどうぞ今日のクリスマスの楽しい時間をロボットをたくさん動かすことで楽しんでもらえればなと思っています。私も皆さんのすごいロボットを楽しみに見ています。どうぞ頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。続いてご協賛いただいている企業の皆さんをご紹介します。協賛者の皆さん、画面をオンにしてください。お願いします。はい、ありがとうございます。まずは特別協賛をいただいております。ホンダを代表してホンダ技術研究所、渡部智樹さんです。はい、皆さんおはようございます。今日もですね、皆さん本当に一生懸命ロボットを作ってくれると思います。今日はぜひその成果を披露してください。頑張ってください。ありがとうございます。続いて NOK 株式会社佐藤慎介さんです。はい、皆さんおはようございます。私たちの会社は、ロボットや自動車の部品を作っている会社です。将来ここでロボットを作った皆さんと一緒に何かいいものを、世の中を変えれるものを作れることを期待しています。どうぞ皆さん一日頑張ってください。サイゲームズの長谷と申します。選手の皆さんはね、今自分のチャレンジを前にして緊張で非常にドキドキしてるんじゃないかなと思いますけど、今日のようなこういう大会っていうのはね、楽しんだもの勝ちというところもあるかと思います。ね、深呼吸してリラックスして自分のチャレンジに臨んでもらえればなと思います。それがね、自分と自分のロボットの実力を引き出すための秘訣だと思いますので、自分も私もね、楽しみながら皆さんのチャレンジを見ております。はい、ありがとうございます。続いてパーソル R&D 株式会社の沢木俊夫さんです。パーソル R&D 株式会社の沢木です。皆さんおはようございます。今日までですね、いろいろ準備されてきた中で本番を迎えているということで、皆さんもドキドキされていると思います。また今日一日の中でですね、自分の作ったロボットだけではなくて、他の小学生の皆さんが作ったロボットを見てですね、さらにきっとこういろんな発見であったり発想が生まれてくるんではないかと思っております。そういったところで私たちもですね、しっかり今日一日を楽しませていただきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続いてセメダイン株式会社の手塚勉さんです。はい、セメダインの手塚です。よろしくお願いいたします。今日は、皆さんとロボットたちに会えるのをすごい楽しみにしてきました。これから競技が始まるので緊張もされていると思いますけれども、自分とロボットを信じてのびのびと動かしてみてください。楽しみにしています。頑張ってください。ありがとうございます。続いて Z 会グループを代表して株式会社 Z 会の今里誠さんです。Z 会の今里と申します。よろしくお願いいたします。皆さんひょっとしたら緊張しているかもしれませんけども、自分を信じて頑張ってください。Z 会の静岡県にあって、後ろに実は富士山が本当は見えるはずなんですけども、ちょっと今日は持っていて見えないですけども、富士山も応援しますので、よろしくお願いいたします。頑張ってください。ありがとうございます。以上6社の協賛者の皆様に皆さんの競技チャレンジを応援していただきます。皆さんよろしくお願いいたします。はい、それでは協賛者の皆さんは画面をオフにしてください。続いて本大会のルールを確認しましょう。
今年の競技テーマはロボオンザムーン気象次元にアタックせよです。自作の操縦ロボットでそれぞれの高さの違う台の上に設置された的を倒していきます。フィールドの素材や作り方、そして的の倒し方も自由です。1分間の制限時間で倒した的の点数を競います。すべての的を倒した場合はミッションクリアとなり、そのスピードを競っていきます。オンライン映像を通し審判が的が倒れているかをジャッジします。的は競技終了時点で図のように台との間に何もない状態か、台の上から落としたものを得点としてカウントします。ロボットの上に落ちても得点となります。青はロボット、スポンジは各1点、食器用洗剤はそれぞれ5点で合計25点満点となります。予選ラウンドはこの後3つのお部屋に分かれて1人1回ずつ競技にチャレンジしてもらいます。それぞれのお部屋の上位5人が決勝ラウンドに進出します。決勝ラウンドでも1人1回ずつ競技を行い、決勝ラウンド上位6人が全国大会に出場となります。はい、今の画面にも映っておりますが、予選ラウンドの出場順はこのようになっております。皆さんがどんなロボットを作ったのか、いよいよ見れる瞬間が来ましたが、ワクワクしてきますね。そうですね、もう早く競技に行きましょう。では、じゃあ始めていきましょう。予選ラウンド A ルームの1番目ですね。宮崎信文さん、じゃあぜひちょっとカメラのセットができたら、意気込みを一言お願いしてもいいですか？優勝できるように頑張りたいです。ありがとうございます。それでは競技の準備をお願いします。準備 OK ですか？はい。はい、ありがとうございます。それでは予選ラウンド1番目、宮崎信文さん、競技の開始です。スタート5秒前。3、2、1、スタート。スタート。あ、リトライって OK ですか？大丈夫です。はい、終了です。ミッションクリアです。ありがとうございます。手元のタイムは35秒46でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ではですね、ぜひご協賛いただいている企業の皆さんにも、ぜひコメントいただいていければと思います。本田技術研究所の渡部智樹さん、いかがでしたでしょうか？もう全部倒してこれすごかったですね。特に大きな車輪とバーで一気に倒す姿、本当すごかったと思います。ありがとうございます。ナイスチャレンジでした。ではもう続々行ってまいりたいと思います。続いて、予選ラウンド2番目、東京都の又野優希さん、お願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。では、せっかくなので意気込みをお願いいたします。いつも通り頑張りたいと思います。いいですね、ありがとうございます。いつも通りが出せることが一番大事ですかね。では、競技の準備をお願いいたします。お、面白いロボットが。準備 OK でしょうか？はい。はい、ありがとうございます。それでは、予選ラウンド2番目、又野優希さん、競技の開始です。スタート5秒前。3、2、1、スタート。お、はい。お、早いですね。ありがとうございます。こちらのタイムが8秒66です。8秒66、早いですね。ありがとうございます。
ではこちらもぜひコメント伺えればと思います。パーソル R&D 沢木俊夫さん、いかがでしたでしょうか。はい、的野勇樹さん、お疲れ様でした。すごくスピード感のあるロボットで、かつダイナミックに動いておられたので、すごくいいロボットだったと思います。またスピードもしっかり高得点出てるんではないかなと期待しております。ありがとうございます。本当に素晴らしいロボットと競技の腕前でした。ありがとうございます。戦いを始めた15人の中のさらに6人しか全然対決するぐらい本当に厳しい戦いになってますね。競技部門決勝ラウンド1番目は予選を13秒36で勝ち抜いた東京都の鈴木和久さんです。和久さん、お待たせしました。はい、決勝ラウンドで、意気込みをお願いいたします。学4年鈴木和久です。モーターが2つしかないのと早く倒したかったから本体じゃなくアームが動くロボットを作りました。アームの先と工夫しました。頑張ります。ありがとうございます。もう準備もバッチリですかね。はい、それでは参ります。スタート5秒前。3、2、1、スタート。おー一気にいくの。すごい。はい、終了です。松原さんに手元でもタイムを見ていただいております。いかがですか。はい、手元とね、ざっくりとした計測では10秒切ったかなぐらいでした。そうですよね。ただいまビデオ判定を行っておりますので、しばらくお待ちください。はい、正式タイムは別途録音していた動画テーマさん一緒になります。はい、あっという間なんですけれども、マスさん、今競技終えてみていかがでしたか。早く倒せたと思います。ね、そうですね、きっと練習通りそれ以上の
ね、成果が出たんじゃないかなと思いますが、やっぱり先ほどおっしゃってた通りロボットのモーターが2つしか使えないっていう状態で、それをうまく使わなければいけないっていうところで、まあ、普通に作っていたら僕だったら車輪とかになってしまうかもなってところを、こうやって、縦と横の、ロボットアームを動かすために使うってことで、幅から移動せずに大きな動きで瞬時にっていうのはすごく大胆な発想で、かつその中でしっかりとこうしてタイムを出してるっていうのが、もう僕かなりエンジニア歴長いですけど、はい、恥ずかしながら勉強になるやつだったところです。いや本当に素晴らしいですよね。しかもかなり背も高いのでバランス取るのとかってすごく難しいんじゃないかなって本当に長いって思うんですけど、そこも安定感がありましたね。そのバランスの取り方とトラックの後ろにあるの黄色い重いに何か、はい、仕組みがあるのかもしれませんが、ここでタイムが、出たようですので、正式タイムの発表松浦さんからお願いいたします。はい、ビデオ発信による正式タイムを発表します。ただいまの記録は9秒29でした。すごい、10秒切りましたね。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、それでは続いて参りましょう。今日、操縦ロボット競技会競技部門決勝ラウンド2番目は、予選を11秒79で勝ち抜いた神奈川県の渋谷優吾さんです。優吾さん。お待たせしました。はい、よろしくお願いします。決勝ラウンドでの意気込みをお願いします。さっきは11秒72だったからむちゃくちゃ悔しいけど、そうなんだ、次は10秒は絶対切りたいなって思います。うん、練習で4秒だったから。そうなんだ。それは悔しいですね。まあ、本番でベストタイムも出すっていうのはロボットを作る人として難しいっていうのはすごく僕もよく分かっているので、うん、心からチャレンジを応援させていただきたいと思います。応援しています。はい、それではスタートしましょう。では、僕の方からスタートのコールを始めさせていただきます。それでは決勝ラウンド、優吾さんの競技の開始です。スタート5秒前、3、2、1、スタート。早い、一網打尽ですね。はい、ここで終了です。これはかなり前に出たんじゃないでしょうか。本当に今ご本人もガッツポーズが見えましたが、松浦さんいかがでしょう。あ、今手元の簡易な男性の測定だと6秒ちょっとぐらいじゃないかな、50になってです。おー、すごい。やったです。今ね、正しい結果を測ってますので、ちょっとお待ちください。はい。では今競技を終えて、優吾さん、どうでしたか？すごい嬉しいです。ありがとうございます。すごく嬉しいということでね、喜びが顔から伝わってきましたので、優吾さん自身が思っているタイムのベストとまではいかなかったと思うんですけど、先ほどよりしっかりこうタイムを縮めてるっていうのは、作りしてる人としてはすごいと思っていて、大会の限られた環境でしかこういう緊張感とかない中で、かなりこう操縦もうまくしていかないといけないロボットに見えたので、プレッシャーに打ち勝ってたっぷりとタイムを縮めたっていうのが本当に素晴らしいところだなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでタイムが出たようですので、松浦さん、タイムの発表をお願いします。はい、正式なタイムを発表します。ただいまの記録は4秒99。おお、4秒99でした。でも葵さん、よかった。素晴らしい記録が出ました。補足させていただきますと、松浦さんのところではですね、人間が画面を見て目視で確実に終わっただろうというところでストップウォッチを押していただいてますので、ほぼ確実に本番の記録よりちょっと遅めに出てしまうといったところですね。松浦さんがちゃんと最後まで見ていただいているので、そこで確認したらもっと早かったというところで、非常に優吾さんにとってもサプライズだったかもしれないですね。4秒台が出ました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。なんだ、
ん参りましょう。操縦ロボット競技会競技部門決勝ラウンド3番目は、予選を10秒46で勝ち抜いた埼玉県の澤部たまさんです。たみおさん、たみおさん、お願いします。お願いします。みおさん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。お待たせしました。たみおさん、それでは決勝ラウンドでの意気込みを聞かせてください。10秒切りたい。10秒切りたい。ということで、10秒切って、どんなに広がって込むことがということで、はい、ではね、ロボットの方を実際に動かしていっていただくということになるんですけれども、準備の方はいかがでしょうか。OK です。はい、OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、決勝ラウンド、神尾さんの競技の開始です。スタート5秒前。3、2、1、スタート。1個ずつ倒していくタイプですけども、かなり確実に、はい、全て倒しますね。おー、あ、全部いけました。はい、ここで終了です。こちらさん、タイムはいかがでしょうか。はい、今手元の人間の目で見たストップウォッチでは11秒台ぐらいのようです。はい、ただいまビデオ判定を行っております。ありがとうございます。今動画でのタイムの確認をしています。はい、谷尾さん、競技終えられていかがだったでしょうか。はい、何秒まあ、自分的には結構速く走れた感じがしたので嬉しかったです。それはこれは何よりです ね、自分でいい走りができたということで、まあ、かなり操縦のテクニックを要求されるタイプのロボットというか、はい、車輪2つで、ね、動き回って高さの違うポールで倒していくっていうパターンになったんですけど、こういうタイプのロボットって一見操縦簡単そうに見えて、こうスポンジに足を取られて傾いてしまったりとか、洗剤って結構ツルツルした素材でできてるんで、うまく押せなかったらスルッと滑っちゃうとか、そういった、不確定な要素、不安定な要素がある中で、しっかりと、全てをね、ほぼワンターンで押されてたので、なかなか、まあ、本人もおっしゃってた通り、いい走りだったんじゃないかなと思ってます。それでは、タイムの方が出たようですので、正式タイムを、松田さんの方から発表していただきます。はい、ただいまの記録を発表します。10秒96。10秒96でした。おー、10秒台でした。はい、すごくいいタイムですね。実験を補足させてください、はい、ビデオによる正式な計測なんですけれども、3人1スタートのそのところがやっぱりどうしても動画でずれちゃいます。皆様が実際にスタートしたところを、極力考慮するようにしていますので、実際ロボットが動き始めてから、動画で確実に全て終わったと、見出せるところまでを測るようにしています。はい、ありがとうございます。すごく安定感のある走りを見せてくれました。タミオさん、ありがとうございました。操縦ロボット競技会競技部門決勝ラウンド4番目は、予選を8秒66で勝ち抜いた東京都の又野ゆうきさんです。ゆうきさん、ゆうきさん、はい、こんにちは。こんにちは。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ゆうきさん、決勝ラウンドでの意気込みを聞かせていただいてもよろしいでしょうか。はい、予選よりも少しでもタイムが短くなるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。準備の方ももう OK ですかね。で、準備は大丈夫でしょうか。はい、予選よりタイムを縮めるというのは先ほども、はい、申し上げた通りなかなか簡単なことではないと思いますが、そうですね、はい、その分、はい、果敢なチャレンジになると思いますので応援しております。はい、応援しております。はい、それでは準備ができたようですので競技の方に入らせていただこうと思います。それでは、はい、決勝ラウンド、ゆうきさんの競技の開始です。スタート5秒前。3、2、1、スタート。早い、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 早い
ここで終了です。終了です。本当に瞬きする間もなくっていう感じでしたが、松浦さんいかがでしょうか。はい、今あの手元、私の手元を当たった形では7秒ぐらいかなというところでした。手元のタイムで7秒、かなり縮んでるんじゃないでしょうか。そうですね。鈴木さん、競技終えられてどうでしたか。うまくできました。ね、本当ですね。予選の記録も8秒66っていうことだったので、すごく速いタイムだったと思うんですけど、もうここからは予選の記録が10秒以下のみんなばっかりが出てくるっていう、かなり強者揃いな気がしますが、ね、まあ、今のロボットかなり MC 陣もね、速さに驚かされてましたけれども、うん、やはりタイヤの大きさっていうのが速さに直結する部分もあって、操縦がその分ね難しくなったりとか、あとタイヤの差も工夫しなければいけなかったりとかで大変なところも多かったと思うんですけれども、はい、しっかり調整と練習してこられたっていうのが伝わってくる、ね、いいマシンといい走りだったと思います。かっこよかったですね。ありがとうございました。それでは、はい、正式タイムが出たようですので発表の方をお願いします。はい、ただいまの記録6秒37でした。あ、すごい、6秒台が出ました。もう一気に先ほどの記録を塗り替えて6秒台に突入ということで、かなり前回の記録って参考にならないんだなって思っちゃうような、うん、本当にそうですね、はい、競技ですね。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。では続いて参りましょう。操縦ロボット競技会競技部門決勝ラウンド5番目は、予選を8秒11で勝ち抜いた沖縄県の三森和馬さんです。カズマさん、こんにちは。こんにちは。はい、お待たせしました。お待たせしました。カズマさん、決勝ラウンドへの意気込みをお願いします。予選よりもタイムが速くなるように頑張ります。はい。ガンガン縮めてね、後続の後ろに控えてる人たちに、ね、プレッシャーをしっかりとかけてください。おお、なんかユニークな。戦いの一つにプレッシャーをかける。はい。かわいいですよね。かわいいロボットができましたが、はい、風間さん準備は大丈夫でしょうか。はい、はい、ありがとうございます。それでは決勝ラウンド、風間さんの競技の開始です。はい、それでは参りましょう。スタート5秒前、4、3、2、1、スタート。お、一気に開いて、おお、はい、ここで終了です。あっという間、あっという間です、ね、ちょっと洗剤の方に寄っていただいていいですか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。松浦さん、いかがでしょうか。はい、ざっくり6秒かなという形ですね、うん、早かったですね、今回も。はい、カズマさん、競技終えられていかがですか。頑張ってなと思います。ありがとうございます。すごい遊び心もあって、なんか大変だったところとかありますか。まあ特にないかな、まあ、逆に全部っていうことなんですよね、うん、全部ロボット作るのって本当に大変なことで、まあ、全てが大変だと思うので、装飾とか構造を考えるとかもすごい凝らされてるんじゃないかなと思います。今回はね、一気に展開するっていうのが非常に目を引くロボットだったと思うんですけど、やっぱり2つあるモーターをどう使うかっていうのが肝になってきてて、先ほど2つをロボットアームにしてその場から動かないっていう選手もいる中で、まあ、動いていく中で展開するためにモーターを使うとかいう戦い方も今後は出てくるのかもなと思わせられる戦いでしたね、はい、ありがとうございました。それでは正式タイムが出たようですので、発表の方をお願いします。はい、ただいまの動画判定による正式タイムを発表します。記録4秒83でした。4秒83、はい、本人もね、大記録ですね、ガッツポーズ出ましたね。大記録です。おめでとうございます。本当に早かったですね。もうパンパンって感じです。無駄のない動きというか、う美しかったですね。僕も実況頼まれてるんですけど、喋る暇がない、ね、本当にその暇がないおーで割ってしまうっていう。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ではどんどん参りましょう。
操縦ロボット競技会競技部門決勝ラウンド6番目は、はい、5秒72で勝ち抜いた福岡県の伊豆と太田さんです。太田さん、こんにちは。こんにちは。ちょっと待ってください。あ、大丈夫。僕はちょっと5秒切らないと決勝にはいけないんじゃないかと思っているので頑張りたいと思います。すごい、まだ意気込み聞いてなかったんですけど、前のめりな、全然大丈夫です。もうガッツが伝わってきて本当に嬉しかったです。今ありがとうございます。ということはもう準備万端ということなんでしょうか。いや、まだわかりません。そことはまた別ですからね。まあ、気持ちと準備はな、そういうところもちゃんと切り分けれてすごい大好きですね、僕はそういうの。また構造がなんかこうどういう動きするのか、パッとちょっとわからない。では準備大丈夫そうでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。それでは決勝ラウンド、コウタさんの競技の開始です。はい、それでは参りましょう。スタート5秒前。3、2、1、スタート。おお、一気に開いてまっすぐ行って、ああ全部通って、はい、ここで終了です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。松浦さん、いかがでしょう。はい、手元の人間計測だと4秒台じゃないかなというふうに見えました。ただいま動画判定中です。お待ちください。はい、少々お待ちください。小田さん、どうでしょう、練習の成果出せましたかね。はい、でもまだちょっと不安です。そうですね、まあね、5秒を切らないといけないというプレッシャーの中での多分動作だったと思うので、まだ不安なところあると思うんですけれども、まあ、真っすぐ突進して倒すタイプも動きがすごく簡単に見えたりとか、他にも同じようなタイプのロボットがいるんじゃないかっていうふうに結構考えがちなんですけど、やっぱりタイヤの大きさだったりとか、その展開機構のスムーズさだったりとか、確実に全てを倒せるかどうかとかが今後タイムのもうほんま何秒争うところですからね。そういったところがかなり勝負の分かれ目になってくるんで、同じようにガッて進んでパッと倒すタイプのロボットがこれからどういう構造の違いでどういうふうにタイムを分けてくるのか、僕今エンジニアとしてすごく期待が高まっているところです。はい、はい、タイムが出たようですね。出たようです。それでは、正式タイムを松浦さんの方から発表をお願いします。はい、ただいまの記録3秒71。3秒71でした。すごい正式記録です。3秒71。本当にこれからの人たちがね、かなりプレッシャーかかるような好タイムだったんじゃないかなと思います。素晴らしかったです。ありがとうございました。ではどんどん参りましょう。操縦ロボット競技会競技部門決勝ラウンドの7番目ですね。予選を5秒51で勝ち抜いた群馬県の根岸リリさんです。はい、リリさん、こんにちは。こんにちは。はい、それではリリさん、決勝ラウンドでの意気込みを聞かせてください。予選ラウンドよりももう5秒切りたいけど、自分が楽しめるかをちゃんと考えから試合に今大事なことを思い出させていただきました。すごくなんて素敵なんでしょう。本当に大事なことですね。やっぱり自分に勝つためには自分が楽しむのが一番だと思うので、本当に素晴らしい意気込みだと思います。その調子でぜひ競技の方を楽しんでいただきたいです。はい、では準備の方をお願いします。楽しむって言えるの本当に本当にすごい、いいなって思いました。すごいですね。僕もそういう大人になりたいなと思います。もう大人です。あ、そっか。見てきました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは決勝ラウンド、リリさんの競技の開始です。はい、参りましょう。スタート5秒前。3、2、1、スタート。前に行ってから
おお。はい、ここで終了です。強すぎ。奥行って。だってこれ奥行って。不思議な動き。いいさんやと思わぬ動きをね。ですね。おって言わされる動きになってましたね。松浦さんいかがでしょうか。はい。最後の暫定トップは6秒台かなというようにしましたが。え、まあ手帳って何？全て細かく判定してます。はい、ありがとうございます。もういいさん競技を終えられていかがですか。自分が終わって、もう自分が楽しめる競技で、私、初挑戦なんで、決勝に来れるかとは思ってなかったんで、すごい楽しんでます。はい、よかったです。もうね。笑顔が素敵すぎて、心が洗われますけれども、非常に、もう終わった後のこの笑顔で楽しんで競技されてたっていうのがすごく伝わってきますけど、一回前に行って、後ろに戻って取るっていう、意外性のあるアイデアで、まあ、これも初めてならではの部分なのかなともちょっと思ってしまいました。それでは正式タイムの方が、出たようなので発表をお願いします。はい、正式記録は、今回5秒16です。はい、5秒16、5秒台が出ました。リーさんすごい、おめでとうございます。すごい、結果を待ってる間もこうやって応援して聞いた後も、先ほどのタイムを、ね、更新されてるってことで、試合の中でも成長してるっていうのがすごく伝わってきて、いい走りといい試合だったと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、では続いて参りましょう。操縦ロボット競技会競技部門決勝ラウンド8番目は、予選を5秒44で勝ち抜いた茨城県の野村岳さんです。岳さん、こんにちは。手を挙げてくれました。こんにちは、よろしくお願いします。岳さん、決勝ラウンドでの意気込みを聞かせてください。いつもは、3秒台ぐらいまでいけたのに、今回は5秒台だったので、3秒台切りたいです。自己ベストにどんどん近づけていって最終的に更新するというでしょうか。ありがとうございます。ございます。では準備をお願いします。こうすごい戦隊ロボットみたい。いや、もう見た目がめっちゃ好きなんですよ。僕の感性が、はい、小学生と同じぐらい、あの色が統一されてる、色が統一されてるすごいかっこいいと思います。準備整いましたでしょうか。はい、ね、はい、ありがとうございます。それでは、ガクさんの決勝ラウンドの競技を開始します。はい、スタート5秒前、3、2、1、スタート。お、羽が開いて一気に倒していくという感じですね。はい、はい、終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。あっという間でした。松原さん、はい、暫定記録で5秒ぐらいですね。早かったと思います。はい、ガクさん競技終えられてどうですか、感触は。多分、予選でやった、5秒44よりは多分早いと思うので、結果が出るのが楽しみです。はい、ありがとうございます。こちらもドキドキしますね。そうですね、かなり展開してまっすぐ進むタイプがいろいろ、まあ、同じ形でもいろいろいるっていうのはさっきお話ししたんですけども、こちら結構綺麗にパタパタと展開されていて、展開が終わった後の羽も今映像見てもらったらしっかりこう水平が出ていると思うんですね。何で作ってるんですか。多分プラスチック段ボールで作られてると思うんですけど、まあ、見た目もすごくスタイリッシュに整ってますし、プラスチック段ボールの硬さというか安定感のある構造っていうのを実現した非常に素晴らしいロボットなんじゃないかなと思ってます。台も素敵です。ですね、これ台も自作されてるんだと思うんですけど、競技用品というか競技に使うものの精度を上げていくっていうのもタイムを上げていく秘訣になると結構僕考えていますので、そういったところまで手を回すところが本当にすごいなと感じてます。ではタイムが出たようですので発表の方お願いします。はい、ただいまの正式タイムは4秒46でした。4秒46です。
5秒切りは無事達成できたということで、おめでとうございます。おめでとうございます。まだまだ4秒多分切るポテンシャルのあるマシンだと思うので。いや本当にそうですね。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。早くももう折り返し早すぎですね。僕もルール考えたときはこんなことになって全然思ってなくて、はい、発達者の、ね、予想を超える唸らせてる感じになってますが、はい、本当に素晴らしいですね。皆さん続いてではですね、9番目です。操縦ロボット競技会競技部門決勝ラウンド9番目は予選を5秒32で勝ち抜いた沖縄県の浦添すばるさんです。すばるさん、はい、出てくれてありがとう。ありがとうございます。すばるさん、決勝ラウンドでの意気込みをお願いします。第1回小学生ロボコンの時にあの決勝に行ったんです。行って、それでワークショップをしたんですけど、最後のやつがコロナに延期になってできなかったので、今年こそシャンシャインに行きたいと思います。あコメントがもう刺さりすぎて本当に応援したい気持ちになってしまいますけれども、はい、では競技の準備をお願いします。お願いします。そうですよね、その今までのコロナ期間を思うと思う。そうですね、まあ、今回初めて参加されたって方も、うん、まあ、こうやって長い間準備されたって方もいる中での大会で、はい、勝っても負けても悔しさも嬉しさもいろいろあると思うんですけど、うんうんうん、僕はもうそれ全てをこう全てが同じところに立てるのがね、ロボコンのいいところだと思ってるんで、うん、思いの丈をこの競技にぶつけてほしいなと本当に心から思ってます。はい、それでは準備はよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。ございます。それでは決勝ラウンド、スバルさんの競技の開始です。ごめんなさい、奥というか上のスポンジをもうちょっと見やすくしていただけますでしょうか。画面をちょっとだけ上に上げていただけると助かります。すいません、審判団の、判断をもっと分かりやすくするためにご協力いただいてありがとうございます。はい、ありがとうございます。大丈夫でしょうか。ありがとうございます。はい、はい、今審判側からの OK も出ましたので、それでは競技の開始と、させていただこうと思います。はい、参りましょう。スタート5秒前、3、2、1、スタート。いや、全部倒しました。はい、はい、終了です。勢いがすごすぎて、ありがとうございます。今少しスタートより早めにロボットが動いてしまってたようにも見えたのですが、少々確認のために時間をいただけますでしょうか。はい、3、2、1、スタートよりは早く動いた感があるんですが、ビデオ判定で、動き出したところからを計測させていただきます。3、2、1、スタートでストップウォッチをした感じだと3秒ぐらいだったんですよね。今までの方は、ね、ストップウォッチで申し上げた数字からガッと減ることが多かったんですが、ちょっと今回、そこも含めて判定させてください。はい、はい、ということで、MC が読み上げてからスタートしちゃうってことなので、かなりスタートのタイミングが難しいかもしれませんので、ちょっと大会の都合上っていう部分もあるかもしれませんが、今回は、大丈夫だったということで、結果をお待ちいただければと思います。はい、この道すごい早い記録ですよね。そうですね、やり直していただいたとしても、うんうん、はい、スバルさんではちょっとお話お伺いしてみましょうかね、はい、いかがでしたか。うん、だいぶ緊張してたので滑った部分もあったかなと思って。はい、全然大丈夫だよ。ありがとうございます。ありがとうございます。先ほどね、聞かせていただいた通り、これまでの大会も経験されてるってことで、その分後ろに背負ってるものも大きかったがゆえの焦りかもしれないなって感じたんですけれども、まあ、そこもさることながら、ロボット自体も横と前に倒れてロボットが移動する時間すらも短縮してしまうっていうアイデアで、かなり確実に好タイムを残しているロボットだと思うので、素晴らしいものを見せていただいたんじゃないかなと思ってます。今タイムの方が、はい、タイムの方が出てきましたので、発表の方をお願いします。はい、先ほど申し上げたように、MC の3、2、1スタートではなく、実際スバルさんの、スタートからで判定をさせていただきました。ただいまの記録は2秒83。2秒83でしたね。すごい。出ましたね。
おめでとうございます。2秒台が。あ、悲願のっていう感じのインストポーズですね。ここまでの3人全部5秒台で 0.1 刻みだったんですけど、全然やっぱり前の試合の数値参考にならないんだなって、まだ番狂わせが全然起きるんだなって忘れられる機会でしたね。花森さんもおっしゃってましたけど、最初コマンドでこう倒すというか、移動さえも短縮してすごいスピード感の戦いでした。ありがとうございました。はい、それでは続いて参りましょう。操縦ロボット競技会競技部門決勝ラウンド10番目は、予選を4秒98で勝ち抜いた東京都の高田優さんです。優さん、すみません、驚いてしまいましたが、優さん、お声を聞かせていただきます。それでは優さん、決勝ラウンドでの意気込みを聞かせてください。はい、高田優です。僕は一瞬で希少資源を回収するロボットを作りました。名前はやっぱりスピードチョッパー。このロボットが段ボールでできてとても良くなったと思います。またゲジメはデコボコしているので、ロボットを動かさずに希少資源を回収できるようにしたところです。スポンジを倒すメカにはゴム動力を使ったことです。頑張りますので応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっとねびっくりしちゃいましたけど、エンターテイナー現れてきた。にくい演出をしてくれたものだとちょっと思いましたけど、本当にこれ来ましたね。すごい楽しみですね、これからね。準備は、そちらの方の準備は大丈夫でしょうか。準備できました。はい、どんな動きをするのかすごく楽しみです。ね、楽しみです。それでは、決勝ラウンド、ゆうさんの競技の開始です。はい、参りましょう。スタート5秒前、3、2、1、スタート。はい、終了です。ガッツポーズ、ダイナミック、ね、一歩も動かないというのを確実に実現してる感じです。ね、面白い。松浦さん、面白かったですね。ルールのね、世界観をきちんと踏まえていただいてるっていうのがね、すごかったですね。今、手元のストップウォッチでは3秒台かなというところでした。ビデオ判定を行っております。はい。ゆうさん、どうですか感触は。予選より多分早くできたと思うので、とても良かったです。はい、ありがとうございます。はい、アピールしたいことがあったらもうぜひぜひ、はい、聞かせてください。大丈夫ですかね。ありがとうございます。これはエンジニアとしても非常に学ばされるというか、他の方々って結構モーターの動力を利用して倒してる人が結構多く見受けられたんですけれども、ユウさんの場合はエネルギーを蓄えていて、それを解放するためにモーターを使ってるんですね。なので速度を出すっていうこの問題に対して、モーターのパワーではなく溜めた別のもので解決するっていう手段を取ってるんですよ。なので一歩も動かずにこうした素早い動作で競技を一瞬で終了させることができてたんじゃないかなと思ってまして、大胆なアプローチに見えて、こう勉強になるとこばっかり感じで、最初のプレゼンもね、すごいエンターテイナーとして参考になりました。MC としても今後ちょっと参考にさせていただきたいと思ってます。では、はい、タイムの方が、出たようですので発表をお願いします。はい、ただいまの正式タイムを発表します。2秒05でした。大記録が出ました。2秒05、そんなに早くミッションクリアできるんだ。できるんですね。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。ご本人も満足の結果だったんじゃないでしょうか。いや、どうやったらこんな発想が出てくるんだろう。なんか普通に生活してたら思いつかないかもしれないですけど、先ほど審判団もゆっくり動画を送りながらタイム確認してるんですけど、一瞬でこんな動くのって驚かれていて、計測側泣かせでもあるすごい素早いマシンだったようです。それでもなお早いというすごいですね。はい、ありがとうございました。ここでありがとうございました。ありがとうございました。ここで一度得点表を共有していただけるとのことなので、今のタイムの状況をちょっと整理しようかなと思います。
はい、暫定の順位ですね。今このようになっております。ゆうさんが競技を終わらした段階で1位から6位がこうした記録になっているんですけれども、はい、もう全員5秒を切っているという世界観で混戦状態ですね。ほぼ変わらないここにどう食い込んでいくかっていうのは残りの5人ですね。かなりのプレッシャーになってくるかと思います。はい、ということでタイムの確認でしたけれども、まあ、このプレッシャーに負けることなくね、皆さん多分ベストタイムを出せば、うんうん、ここに食い込んでいける実力を持った方々だと思いますので、いつもの調子でぜひ頑張っていただければと思います。はい、こちらも緊張してしまいますが、さらに、はい、残り5名となりましたね。続いてまいりましょう。操縦ロボット競技会競技部門決勝ラウンド11番目は、予選を4秒59で勝ち抜いた千葉県の金子文也さんです。文也さん、はい、こんにちは。ありがとうございます。ロボットがすごい可愛らしいですね。こちらさんでしょうか。夕方とクジラで、あ、なるほど、ヒレが横になってますからね。ロボットの方が1秒台、はい、1秒台1秒台またそんな自らプレッシャーかけていくスタイル、かっこいいですね。すごく期待がありますね。ありがとうございます。じゃあ今意気込みをいただいたということで、準備の方はしっかり答えていただければと思うんですが、もう準備はできていますでしょうか。はい、はい、準備万端ということでありがとうございます。はい、参りましょう。スタート5秒前、3、2、1、スタート。一気に進んで、一気に倒しましたね。はい、終了です。そうなんですね、実況が話すことはもうはぁぐらいしかなくなってくる世界なわけです。何を食べるか、一気を飲んで終わりました。待っていた方がいいんじゃないかと思ってる。はい、松村さん、これはもうそうですね、暫定記録で4秒、まあ、3秒台かなぐらいです。もちろん何度も言ってますように、スタートのところの判定とかがありますので、ここから今動画でより細かく見させてください。はい、文也さん、わざと笑顔こぼれてましたがどうでしたか。どうだったって、失敗しないでうまくできました。僕がちょっとおって思ったのは、一回全部倒した後にロボットが後ろに引いてたんですね。でそれは多分得点をこう審判に見えやすくするような工夫っていうのもあると思うんですけど、実際のロボコンでもやっぱり得点終わりましたって言ったのを審判にうまく伝えるために動く人とかも結構いて、そういうのに通じるものを感じてて、競技を最後まで気を抜くことなく終わらせてたなっていうのがすごく印象に残ってましたね。はい、そうですね、最後までこう気を抜かずにというところですごく感動しました。ありがとうございました。それでは、タイムの方が出たようですので発表をお願いします。はい、ただいまの正式タイムは2秒46、2秒46でした。2秒46、また2秒台が出ました。2秒台がまだ出てくるのか。どんどん皆さんありがとうございました。2、2、2進む動きの中でスパッと2秒台を出してくるってことで、うん、後半になればなるほどプレッシャーもね、そうですね、大きくなると思うんですけど、みんな落ち着いててすごいなと、うん、その系のねしかないですね。ここから2秒点なんていう世界、 0. 何秒の世界になってくるかもしれないと思うと、こちらも手に汗握りますし、はい、審判団も多分その分プレッシャーがどんどんかかっているんじゃないかと思います。はい、ありがとうございました。続いてまいりましょう。操縦ロボット競技会競技部門決勝ラウンド12番目は、予選を4秒57で勝ち抜いた兵庫県の辻空さんです。空さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは、空さん、決勝ラウンドでの意気込みを聞かせてください。2秒の子が結構多いんですけど、やっぱそこに食い込んで本大会に行って勝ちたいと思います。しっかりと闘志を感じる意気込みをありがとうございました。それでは準備の方をお願いします。ね、スポンジの仕方がちょっと、あ、でそこから掃除する、そこから掃除する、そこから掃除する、すごく珍しいパターンかもしれませんが、そらさん、準備の方は大丈夫でしょうか。
はい。はい、ありがとうございます。はい、それでは決勝ラウンド、そらさんの競技の開始です。はい、参りましょう。スタート5秒前。3、2、1、スタート。おお。はい、終了です。うなわされる動きでしたね。2台に分かれての共同作業ということでしたけれども、これは想像できなかったどよめきが会場で回ってますが、松浦さんの手元のタイムですといかがでしょうか。はい、今手元で3秒、もうね、ここまで来ると皆さんそうなんですけど、3秒ちょっとの世界でした。そらさん、競技をやられて今いかがですか。まあ、予選よりはいいタイムが出たと思うので結果を待ちたいと思います。もう完全にスポーツマンとして出来上がっているように感じるんですけど、紐は沿ってる。まあ、僕がすごく面白いなと思ったのは、スポンジを倒した機構 あのベルトの使い方ですね。あれはモーター1個で2つのローラーを多分回してたと思うんですけど、それぞれが逆の方向に回転してたんですね。ベルトとかで普通にぐるっと1周繋いだだけだと2つのローラーが同じ方向に回転するんですけど、紐をこうクロスさせて回すことでそれぞれ逆に回るんですよ。この場合だと真ん中に棒を2つ置いて、それが外側に開く方が早くスポンジをはけさせることができるので、そういった機構をモーター1個で実現するためにあのベルトクロス掛けにしてるっていう風に考えてると思います。実際のロボットとかロボットの研究の分野とかでもワイヤーとかベルトとかそういう単語で研究がなされてて、そういったところにも通じる考え方なので、本当に小学生のうちからそんな機構って思いつくんだっていう、なんだろうな、小学生だからすごいとか若いのにすごいねとかじゃなくて、そういうの抜きですごいって思っちゃう競技でした。ちょっとタイムが早すぎて審判なんか慎重に確認してますけれども、大丈夫でしょうか。はい、ではタイムの方が出たようですので発表をお願いします。はい、すいません、短すぎて何が起こってるのかよくわからなかったのでじっくり見させていただいてしまいました。ただいまの記録を発表します。2秒34でした。うわー、もうみんな2秒台出してくる。ここまで来ると2秒台の壁って何なんだろうと思っちゃいますね。そらさん、すごい記録出ました。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは残り3名となりました。操縦ロボット競技会競技部門の決勝ラウンド13番目は、予選を3秒38で勝ち抜いた三重県のペアリンヨウさんです。リンヨウさん、リンヨウさん、はい、こんにちは。こんにちは、お願いします。それでは決勝ラウンドでの意気込みを聞かせてください。はい、三重県のヘアリンヨ5年生です。僕のロボットは変形作業ロボットのナギキューブ号です。得点と競技タイムに限界ギリギリまでこだわりました。スタート直後に変形して大きく広がる姿を見てください。全国大会を目指してまずは予選から突破したいです。よろしくお願いします。まずありがとうございます。お願いします。すごい、ね、紙もプレゼン資料が用意名前もついてましたね。ペアキューブ号、愛を感じますね、すごく。ペアキューブで拝見したんですけど、ロボットのコンセプトが詳細に書かれてました。ぜひその紙後でゆっくり読ませていただきたいですけれども、はい、準備の方はいかがでしょうか。 OK です。はい、ありがとうございます。それでは決勝ラウンド、リンヨさんの競技開始です。はい、それでは参ります。スタート5秒前。3、2、1、スタート。早い。早い。はい、終了です。そのままの姿勢で待機していただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。手元ですでに2秒ぐらいなんです。手元で2秒。はい。本当に2秒ちょっとなんです。さあ、どうなりますか。ああ、どうなるんだろう。ああ。リンヨウさん、終えられてみていかがですか。練習通りにできたので良かったです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
まっすぐ進んで展開して倒していくっていうタイプのロボットだったと思うんですけど、やっぱり他の人も同じような方式を取る中で、かなり手元のタイムでも差をつけて素早く倒してるっていうところを見ると、やっぱりタイヤの直径がちょっと他の人より大きかったりとか、あと倒すための面が広かったり、しっかり曲がってつられないように硬くアームを作っていたりとか、そういったところに細かい工夫があって、その安定性が最終的に速度につながっているように感じられて、ダンボールとプラスチックダンボールとかだけで作られていると思うんですけど、かなり工作精度の高さっていうのがもう伺い知れるロボットなのかなと思いました。それではタイムの方が、ありがとうございます。タイムの方が出たようですので発表をお願いします。はい、ただいまの記録をお伝えします。1秒82。1秒82でした。1秒台が出ました。ちょっと2秒の壁を破るものが現れてきました。いやーすごい。すごい世界ですね。自己ベストくらいじゃないですか？はい。ね、すごい、それを本番で。大会で自己ベスト、まさにアスリートといった感じですね。ね、感動しました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、続いてまいりましょう。操縦ロボット競技会競技部門決勝ラウンド14番目は、予選を3秒62で勝ち抜いた東京都の木村優斗さんです。優斗さん。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。優斗さん、決勝ラウンドへの意気込みを聞かせてください。ハイパー頑張ります。ハイパー頑張り、シンプルイズベストということで、ハイパー応援してます。ハイパー応援させてください。予選会でスーパー頑張ります。進化してますね。スーパーよりハイパー。それではウルトラ準備の方をお願いできればと思います。もう準備は大丈夫でしょうか？はい、ありがとうございます。それではゆうこさん、ごめんなさい、ちょっともうちょっと画面を狭くというか寄っていただけると奥のスポンジが分かりやすいです。ありがとうございます。ございます。倒れてるかどうかを、ね、判断しやすくするために、これもタイムにつながってくる部分でもありますので、はい、大事ですね。はい、ご協力ありがとうございました。それでは決勝ラウンド、ゆうとさんの競技の開始です。はい、それでは参りましょう。スタート、5秒前。3、2、1回止めましょうか。開いた状態で、一回競技を最初からやるためにロボットを正常な状態に、元の状態に戻してよろしいですか？はい、お願いします。お願いします。はい、ではカウントの方を始めます。はい、いきますね。3、2、1、スタート。順調にスタートして、はい、ここで終了です。ありがとうございます。ミラクル早かったです。ミラクル早かったです。はい、松浦さんどうでしょうか。はい、ちょっとね、アクシデント的になった中、ご対応ありがとうございました。今手元で3秒台かなぐらいなんですが、先ほどね、花森さんからもお話があったように動き出してからを測りますので、ちょっとお待ちください。はい、ありがとうございます。ゆうとさん、競技をやられてみてどうでしたか？いやー、なんかハイパーというよりもウルトラな感じがします。ちょっと使われてしまいましたね、ウルトラが。ありがとうございます。かなり大きくアームを展開する形で、やっぱりアームを展開するロボットっていうのは横にパッと広げて、でいかにビシッと位置を決めてまっすぐ倒していくかっていうのがネックになると思うんですけど、一見細いフレームで構成されながらもしっかりと展開後も硬い状態を保ったまま倒せていたので、かなり完成度が高いロボットだと思ってます。それではタイムの方が出ましたので、発表の方をお願いします。はい、お待たせいたしました。ただいまの記録は2秒12。おお、2秒12でした。かなりの高タイムですね。早い。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。これエクストリームスピードっていうやつですね。まだ小学生では習ってないと思うんですけど、新しいね、上の単語もぜひ勉強していただければと思います。はい、それでは最後になりますので、一旦ここまでのタイムを整理させていただければと思います。画面の方にこれまでのタイムを
表します。さあ、1位から6位までがここに並んでますけれども、15番の津田さつきさんは、このどこに食い込むか、食い込めるかどうかっていうプレッシャーで今、待機していただけると思います。1秒台は出しているのが今のところ、林陽さんだけですので、ここに、このタイム更新できるんだったら本当にすごいことだなと思いますね。まあ、期待が高まっている中での競技ですごく大変かもしれませんが、まあ、先ほどどなたかがおっしゃられた通り、楽しむのがすごく一番の部分もあると思いますので、プレッシャーを程よく感じて、この後の競技頑張っていただければと思います。はい。予想以上のすごい戦いになりました。はい。最後、参りましょう。操縦ロボット競技会競技部門決勝ラウンド15番目は、予選を3秒03で勝ち抜いた愛知県の津田たつきさんです。たつきさん、はい、よろしくお願いします。お待たせしました。お願いします。それではたつきさん、最後の競技になりますが、決勝ラウンドの方意気込み聞かせていただいてもよろしいでしょうか。はい、僕のロボットは全身だけで腕を展開して倒せるようにリンク機構をつけて、すごくシンプルな機構にしています。頑張ります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。準備の方もね、万端に見えますね。大丈夫そうでしょうか。それでは早速最後の決勝ラウンドの試合に移らせていただきたいと思います。はい、参りましょう。スタートから言って大丈夫かな。スタートから始めても大丈夫でしょうかスタート5秒前から言って、はい、はい、ありがとうございます。はい、ちょっと今回はこれで行かせていただきますね。はい、参りましょう。スタート5秒前。3、2、1、スタート。画面が止まってしまった。ああ、なんてことでしょう。あ、ちょっとやりましょう。今ちょうどですね、すいません、画面が切れた。スタートって言った直後に止まって、我々が見たのは全て倒された得点という、あのとんでもない強者感は出てたんですけれども、ちょっと画面少々ちょっと対応の方を一回立て直す。すいません、あのこちらの都合で大変申し訳ないんですけれども、もう一度競技をお見せいただくことはできますでしょうか。OK です。はい、はい、ありがとうございます。それでは落ち着いて、はい、はい、取り直して最後参ります。準備はよろしいでしょうか。そちらの、あのメンタルとか気持ちが落ち着くまで待っても全然大丈夫ですが、もう今日大丈夫です。ありがとうございます。頼もしいですね。それでは参ります。スタート5秒前。3、2、1、スタート。はい、取れました。ここで終了ですね。一瞬でしたね。はい、今手前の最後のスポンジが重なっていたのを最後修正したようにも見えたものですから、ちょっとそこの確認をさせてください。手元では3秒かなぐらいだったんですが、ちょっと詳細、あのお時間をいただきます。はい、ビデオ審査で正式なタイムが決定します。はい、競技終えられて、さつきさん、いかがでしたか？ちょっと失敗しちゃったんで、もうちょっと完璧にできたらいいなと思ってます。1回しかできないところでっていうのが本当に難しい中での今回の競技で、やっぱり速度をどんどん追求していこうとすると、できるだけこう低いところだったりとか、ギリギリの位置に倒す機構を置かざるを得なくなってきて、そうなると判断が難しいっていう部分にもなってくるので、やっぱりシビアなところに行ったがゆえに失敗が起きるっていうのもあるので、本当にその結果がね、僕も今すごく不安になってて、タイヤがかなり大きくて大胆な発泡スチロールで作られてると思うんですけれども、確実な展開と素早い移動と、あと自身もすごく素早く移動されていたので、練習を何回もして何回も調整したんだなというのが伝わってくる今回の試合だったと思います。それではタイムの方が
出たようですので発表の方をお願いします。はい、先ほど申し上げたように最後1個スポンジが重なっていたと、判定をしました。で、それに対してバックで速やかに戻って、ご本人も、ね、ロボットも急いで、リカバーしていただいたところを、終了地点としました。その上でのタイムを発表します。2秒77でした。2秒77、ちょっとゴムし際どすぎて MC 陣2秒77。1回行って戻ったのは、あ、重なってるって思って戻られたんですか？はい、あのスポンジが重なってるリカバーするために1回戻って倒したっていう感じでしょうか？毎回あの練習の時も絶対戻るようにしています。あ、確実に仕留めるために。本当にあのロボコンで決勝に行くチームって試合の中で高い得点を出せるチームだけじゃなくて、その試合全体を見たら平均的なスコアだけど必ず毎回それを出せるっていうロボットもあの優勝まで行くこともあるので、あの辰木さんの今の毎回絶対後ろに戻るようにしてるっていう姿勢は今後繰り返していけば、例えばロボコンに出るときとか、もう企業とかでロボットを作るときとかも絶対に役に立つ姿勢だと思いますし、僕も今改めて思い出された部分もあるので、あのミスして悔しい部分もあると思うんですけど、そこを補ってもまだ2秒台っていう素晴らしいスコアを見せていただいたと思います。本当にあのやり直しをね対応していただいた中で、また失敗とかで悔しい部分もあると思うんですけど、本当にありがとうございました。ありがとうございました。2秒台の刻みと1秒台を超えれるかっていう勝負になってきてたので、僕はちょっと手元にスコアを残す余裕すらなく見てたんですけども、本来1分以内ですからね、ミッションクリア、ね、60秒使っているところを1秒2秒の戦いしてくれたので、1分で終わるかなぐらいの設定で行ったつもりだったんですけど、まさか60倍速で終わらされると思ってなかったので、それでは、順位の方が出たようですので発表の方に移りたいと思います。はい、以上で決勝ラウンド全ての競技が終了しました。はい、ここで、発表させていただきます。全国大会出場は、はい、ご覧の通りです。1位が三重県のヘアリンヨウさん、2位が東京都の高田優さん、3位が東京都の木村優斗さん、4位が兵庫県の辻空さん、5位が5位が千葉県の金子文也さん、6位が愛知県の津田たつきさん、こちらの6名が全国大会に進出決定です。おめでとうございます。すごかったです。タイムすごいですよ。だってこれここまでは想像できてなかったです。この結果を見てやっぱり一番ドラマチックだったのは須田さつきさんが最後に食い込んでいったところで、やっぱり審査員のスポンジ重なってたからっていう判定で、不安な部分もありつつのやり直しも含めて毎回練習していたってことでこのタイムだったので、本来だったら1秒台だったかもってところを、それをリカバーしてもこの6分に収まっているで、他の方々も2秒台1秒台で 0.1 秒のしのぎを争う戦いで、ここまでスポンジと洗剤を倒すためだけに白熱できるっていうのは、ひとえに皆さんがここまで全力でロボットを作ってくれたからだと思ってるので、なんか今感謝の気持ちが絶えないですね。開発者としてというか本当に嬉しいです。嬉しいよね。はい、ではまだ興奮冷めやらぬ中ではありますが、表彰式の準備が整うまでこの後5分ほどお待ちください。はい、ではまず1位のヘアリンヨウさん、改めてロボットを見せてもらってもいいですか？おお、しっかりと並べてミュートも切る気満々。はい、ありがとうございます。はい、こちら花森さんいかがでしたか？そうですね、僕はこの競技始まった時に真ん中からこうパンパンパンって動かずに倒すロボットが一番速くなるんじゃないかと勝手に思ってたんですけど、
まあ、僕の勝手な予想に反してしっかりタイヤで進んで左右真ん中の角とか翼でなぎ倒していく、そのシンプルかつ素早い動きが一番だってことを見せつけられた、本当に僕自身もなんかやられてしまったような衝撃がある、すごい素晴らしいマシンでした。こうして表彰のために並べていただいてるっていうのも、なんだろう、格の違いと言いますか、今日本当にいろんな意味で、表現力という意味での実力を、本当におめでとうございます。はい、おめでとうございます。では、本田技術研究所の渡部智樹さんより表彰をお願いします。はい、第1位、ペア林陽さん、記録 1.82 秒。おめでとうございます。ありがとうございます。ペアさんのロボット、ものすごく工夫が見られまして、で、いくつかあるんですけど、私は感じた一つは、まあ、一番遠い距離の奥の潜在を倒すために、そこにいかに早く行けるかっていうところがポイントだと思うんですけど、前の羽を倒すことによってうまく距離を稼いで時間を縮める、そこがすごい工夫してたなと思いました。でさらにただ、羽を前に倒すだけだと長すぎるとすごい倒れるのに時間がかかっちゃうんですよね。でそこを羽を短くして素早く倒すところと、あと車輪の移動によって、距離を稼ぐところ、そこのいいバランスを見つけたっていうところがすごく時間を短くできた工夫どころかなっていうふうに思いました。あと今、拡大してロボットを見せてもらった時に羽の形もすごい工夫されていて、横の羽も形がこう縦じゃなくてこう水平に強化されているんですよね。その方がより強を保てるし、で前の羽の方もうまく肉抜きされて軽量化されてます。で車輪で動かすときのやっぱポイントはみんな同じモーター使ってると動力も限られますし、と加速を稼ぐためになるべく軽くしてっていう、そういう工夫も見られて、まあ、総合力でいいなというふうに思いました。本当強豪がいる中唯一1秒台、その私もただただすごいと思っていて、で、まあ、全国大会、今度リアルで開催されますけども、まあ、本当臨場感をより感じられると思いますし、この 1.82 秒という壁をさらに、上回ってくれることを期待しています。はい、本当におめでとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ここで全国大会進出の喜びを一言林陽さんにもいただきたいなと思います。今日予選を1位通過できたので良かったです。でもみんなのロボットもすごかったです。全国大会頑張ってきます。林陽さん、全国大会出場本当におめでとうございます。ありがとうございました。はい、続いて2位の高田優さん、ロボットをもう一度見せてもらえますか。はい、ありがとうございます。こちらも花森さん、いかがでしたか。そうですね、やっぱり優さんのロボットは先ほども申し上げた通り、ロボットの動力を解放するためにモーターを使っているっていう部分があって、そのおかげでゴムのすごく強い速い力で側面のスポンジを一瞬でなぎ倒してたっていうのもすごく面白くて、なおかつ真ん中の倒すところってあれ一見エネルギー溜まってないんじゃないかなっていう風に感じると思うんですけど、高いところに物を置くのも実はエネルギーを溜めるっていう風に考えることができるんですね。そういうのって実は高校とかで習う範囲なんですけど、それをもう今から感覚的に、まあ、これ高いところから倒せば距離も稼げるし速いじゃんっていう風にされてるので、かなりこう物理的にというかいろんな勉強ができるすごい要素が詰め込まれたマシンになってるんじゃないかなと思いますね。真ん中のはしごも多分スカスカにして空気抵抗を減らして倒れる速度を早めるとかにされてたと思うので、そういういろんなこれから勉強することを先回りされてるような素晴らしいロボットだったと思います。はい、ありがとうございます。では NOK 株式会社佐藤慎介さんより表彰をお願いします。はい、NOK 株式会社の佐藤です。今回第2位、高田優さん、
記録2分、あ、ごめんなさい、2秒05。素晴らしいタイムで2位となりました。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、感想は花森さんにほとんど言われてしまったんですが、私は他の着眼点もあると思いました。最初に出てくるときに黒い布で包んで、登場してくれたのは非常に良かったと思います。きっと審査員の皆さんもですね、何が出てくるんだろうっていうような期待値を込めて見れたことと思います。まあ、その後ロボットの説明を高田さんが丁寧に説明してくださいました。それも非常に分かりやすかったです。大人になるとですね、いいものを作っただけじゃ通らない時があるんですよ。こういった高田さんがやるようなこうエンターテインメントだったり説明だったりっていううまさが結果的に成功につながることもありますので、そのロボットの完成度以外の部分もぜひ磨いてですね、立派なロボット開発者になっていただきたいと思います。この度おめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ゆうさんにも一言いただきましょう。ゆうさん、お気持ちいかがですか？まさか3位以内に入るなんて思ってもなくて、とても嬉しかったです。はい、ありがとうございます。全国大会も応援しています。そうですね、高田優さん、全国大会出場本当におめでとうございます。伝える力も素晴らしかったということで、佐藤さんもありがとうございました。続いて第3位の木村優斗さん、もう一度ロボットを見せてもらえますか？はい、ありがとうございます。こちらも面白いロボットでしたが、そうですね、スーパーハイパーウルトラといろんな単語が出てきてましたけども、はい、かなり大型のアームを展開するということで、先ほど、1位のリンヨさんのコメントがついていたと思いますが、横に板を横にすることで強度を保つとか、倒れる速度を速くするとするとかが必要になってくる、この直進とか展開っていうロボットの中で、棒にすることで非常に空気抵抗を少なくして、で、できるだけその中で強度を保ちながらっていうのが、このロボットのコンセプトのようにすごく感じてました。で、展開する機構もかなり、しっかり、多分鍵か何か、紐かワイヤーか何かで、されてたと思うんですけど、進んだ瞬間に全部同時に外れるような仕掛けがされていて、その仕掛け自体も速度につながる素晴らしい動きをされていて、ロボットの直進性も相まって、いろんなところにこだわりが感じられたロボットだったなと思ってます。では株式会社サイゲームスの永谷真澄さん、表彰をお願いします。はい、改めまして第3位は木村優斗さん、2.12 秒でした。このね、 2.12 秒っていう記録で優勝できないってどんだけレベルが高いんだっていうのを驚いてるんですが、まあロボットに関してはですね、やっぱり非常にアームが細いなと。ただその細いアームなのに、壊れずにですね、ちゃんと展開して、で、自分が腕を開く勢いをちゃんとこうストップできる、そのヒンジの部分の強度、もしくは工作の精度っていうのが、すごくあるんだろうなというところに関心しています。ただ木村さんのチャレンジでやっぱり一番感動したことっていうのが別にありまして、ちょっと焦ってスタートをね、急いじゃってリスタートするってハプニングがありましたね。で、ああいうことがあると、そのリスタートの後に今までうまくいってたことを失敗しちゃうっていうケースって結構多いと思うんですけど、でも今回は、それを乗り越えて確実に動いてですね、こういう素晴らしい記録を出してくれたと。で、これは10回やって10回動く、100回やっても100回動くという、そういう安定性がですね、ちゃんとできてるからなんじゃないかなと思います。この後ね、全国大会ということなんですけど、まあ、そちらでもですね、この安定性発揮してさらなる記録を目指してください。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。その本人にもお話を伺いしましょう。今お気持ちいかがですか？なんかびっくりして、なんか言葉が思いつきません。素直な。そうですね、よくあることです。僕もね、皆さんのロボット見て言葉がなくなることもあります。村優斗さん、本当に大会出場おめでとうございます。
ありがとうございます。はい、続いて4位の辻空さん、ロボットも一度見せてください、うん、はい、ありがとうございます。こちらのロボットもね、僕は機械側のエンジニアなんですけど、やっぱりそこで口が速くなってしまうような工夫が凝らされていて、この試合の時もお話しさせていただいたんですけど、ベルトでそもそもこういう紙工作とか図画工作といったような材料、そこで使うような材料を使ってベルトで動力を伝達できるんだっていうのがすごく僕としても発見になりました。こういう小学生ロボコンだから格好のレベルが低くてとか、そういう話ではなくて、やっぱり大人になった今も僕ロボット作るときに段ボールで型紙切ったりとか、その辺に落ちてるパイプを使ったりとか、あと輪ゴムで何かやってみたりとかって本当に何回もやることで、そんな中でね、生まれてくるアイデアっていうのが最終的に製品になったりするので、このロボットに込められてる可能性っていうのは、やっぱり試作力というか試してすぐ作れるんだっていう力がすごい実際のエンジニアにも通用する部分を感じてて、僕もちょっと負けてられないなっていう気持ちにさせられるような、実際に使われている機械要素が入っていたので、すごく勉強になりました。はい、ありがとうございます。ではパーソル R&D 株式会社の沢木俊夫さんより表彰をお願いいたします。では第4位、辻空さん2秒34ということでおめでとうございます。その予選の時もですね、私辻さん空さんのやつですね、見させていただいていて、まずこう基地の羽が回るということと、潜在を倒すロボットが2つに分かれてるってことで驚いていたんですけれども、決勝でもやはり審査員の皆さんも驚いておられたように、すごい発想アイデアがあったロボットだったんだろうなと思っています。で MC の方も言われていましたが、ベルトを使ってね、両方のスポンジを倒すという工夫に関しても、内側から外側にこう軸を回すことによって真ん中を走るロボットを邪魔しないであったり、その軸の倒すためにはどういうふうに配置したらいいんだろうというところも、多分工夫であったりこうプロがあったんではないかなと思っています。でまた前進させる潜在を倒すロボットも一軸しかないので、横にこう方向転換ができないロボットだと思っています。でそのためにこう先端もこう Y の字にこう広げる形で、こうちゃんとこうしっかりこの3本のロボ、3本の潜在をしっかりこう捉えるようなこう工夫がされていたんだなというふうに思っております。で今回まあ予選も含めて見させていただいた上で、予選では 4.4 秒98のスピードから決勝で 2秒34という形で倍以上のスピードが出ているというところも、これまでの練習であったり、まあ、決勝に挑む気合であったりマインドが強かったのではないかなということで思ってみております。ぜひ全国大会もですね、今後ありますが、今回のようなアイデアをですね、存分に発揮をしていただいてですね、我々審査員も含めてですね、驚かせるアイデアをですね、ぜひ見させていただければと思っておりますので、まずは第4位おめでとうございます。ありがとうございました。はい、いかがですか、空さん。結構いけると思ったんですけど、やっぱり前の人たちのタイムが結構早くて、不安もあったんですけど、やっぱ全国大会いけることになったんで、全国大会で優勝したいです。楽しみに。はい、しております。ありがとうございました。はい、続きまして5位の金子文也さん、ロボットも一度見せてください。かわいらしい、はい、イルカとクジラっていうことでしたけど、はい、このロボット、僕がすごい驚いたのは、やっぱりまっすぐ進んで展開して倒すっていうタイプの中で、自分のお腹の下に潜在が入るところまでしっかり奥まで倒せるような工夫もされていて、角が出るロボットだと自分の車体に引っかかって奥まで押せなかったりとかするので、若干見えにくくなるっていう不安もありつつ、そういう今見せていただいてますけど、口までちゃんとガパッと開いて奥まで倒せるようにしてた、そのロボット全体の形状の工夫がすごく面白かったなと思ってますし、あとイルカとクジラっていうコンセプト、おそらくコントローラーの方にも装飾
服の工夫ってされてると思うんですけど、ああすごい可愛らしい工夫がされていて、ロボットって、まあ、こういったロボコンだとやっぱり機能だとか速度だとかそういったものを重視されると思うんですけど、世の中にはこうアート分野で活躍するロボットとか、あの人を笑顔にするロボットってのすごくいっぱいあると思ってて、そんな中で競技の、まあ、タイムを競うロボットだけど、あのこういったコンセプトの面とかあとデザインの面ですごく工夫されていたので、あのそういった方面での活躍とか可能性っていうのをすごく感じる素晴らしい一台だったと思ってます。はい、ありがとうございます。ではセメダイン株式会社の手塚勤さんより表彰をお願いいたします。はい、第5位、金子文也さん、2秒46、全国大会出場おめでとうございます。競技部門ということで、速さにこう最適化したロボットがたくさん出てくるのかなというふうに思っていたんですが、フミヤさんのロボットはクジラのこう潮吹きの飾りであったり、まあ、先ほど今見せていただいたコントローラーに装飾がなされていたり、まあ、あと最後、ね、洗剤を倒すときはクジラが飲み込むかのように倒していく様であったり、非常にこう親しみやすさにあふれた素敵なロボットだったなというふうに思います。まあ、これからこういろいろなロボットが世の中にも出てくるとは思うんですが、ロボットを社会実装していく中ではデザインとか親しみやすさというのも重要な要素だと思うので、その観点からも大変よくできたロボットだったなというふうに思います。あとこの倒し方だと、まっすぐに走るその走行性安定性みたいなものが重要だと思うんですけれども、非常にこうタイヤの回転も安定していて、おそらくこれ、全国大会に進んでも、何度テストしても同様の、安定感のある走りができるんであろうというふうに期待をしています。で、予選と決勝ラウンドで、4秒59から2秒46ですから、まだまだ、チューニングで、スピードを上げることができるのではないかと思うので、全国大会での優勝を目指して、頑張ってください。本当におめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さん今いかがですか？感想。ここの、難しかったところは、ここの、これで、難しかったんだけど。素晴らしい。ロボットが前に進むことで、その展開するロックを外すことができるっていう構造にされてるんですね。素晴らしい。それは大人でも難しい。素晴らしいな。はい、ありがとうございました。一生行けてよかった。こちらもすごく嬉しかったです。皆さん全国大会出場本当におめでとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございました。はい、続きまして6位の須田さつきさん、ロボットもう一度見せてください。はい。はい、ありがとうございます。ちょっとロボットを映してもらいます。そうですね、ロボットせっかくなので、していただいてもいいですか？ああ、すごく近くに、はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、やっぱり最後のやり直しのハラハラからの、大会無事に戻るっていうところで、やり直してしっかり6位以内のタイムに収めるように毎回練習できていたっていう部分が、まあ、非常に素晴らしいポイントだったっていうのと、あと、まあ、かなり大胆に大きいタイヤを使われていたりとか、あと、ロボット自体のすごい動きとか作りが大胆な中で、竹ひごというか、細い棒を使って、素早くピュッと展開されていたので、その展開の速度とか、あと、まあ、洗剤を倒すために前に突進していたと思うんですけど、多少位置がずれてもいいように切り込みが入っていたりとか、全体の作りがすごく大胆に見えて、毎回毎回、的確に素早く動けるようにっていう繊細な工夫がされていて、見た目からは、想像できないようなスピード感だったりとか、あと最後のドラマだったりとか見れたので、まあ、ロボットだけじゃなくて、まあ、そこに関わる考え方とか動かし方も含めて、面白い
っていう言葉にまとめられる体験をさせてもらったなというふうに考えてます。ありがとうございます。ありがとうございます。では私ミスター Z 会の今里誠さんより表彰をお願いします。Z 会の今里です、第6位、津田たつきさん記録 2.77 秒ということでおめでとうございます。はい、ロボットですね、初めパッと見た時あすごいかっこいいなと思って、見てました。で、今改めてですね、いろいろ見せてもらいますと、やっぱタイヤを大きくしてですね、なるべくこう速く走るようにとか、あるいは倒れるスピードですね、こうなんていうか細いもので倒してですね、で早くこう倒れるような形で作られてた、すごく工夫されてるなと思いながら見てました。でただですね、それだけではなくてね、すごく勇気をもらった気がします。でさっきお話ありましたけども、最後まで待っているプレッシャーであったり、あとまあやり直しのプレッシャーであったり、あとコメントの中でちょっと失敗したかもっていうふうにお話あったと思うんですけども、そんな失敗したかもっていう中でも落ち着いてですね、こうリカバリーするプレッシャー、それを跳ねのけてですね、競技に臨んで、この記録を出したってことはなかなか大人でもできないなというふうに思っておりますので、本当に見ていてすごいの一言もつきますし、本当に感動しました。なのでメンタル面もすごいと思います。なのでぜひですね、自信を持って全国大会行っていただいて、さらにいい記録を出していただけることを、祈っています。本当におめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。たつきさんにも一言いただきましょう。いかがですか？最初ちょっと焦っちゃって、スポンジ置く位置をちょっと間違えちゃって重なったりしちゃったんですけど、そこまでカバーできたので良かったです。本当に今の話でも感動させられましたねそのミスすらもリカバーできるような、はい、動きだったということで、本当におめでとうございます。はい、おめでとうございます。ということで、全国大会に出場する進出を決めた6名すべての表彰が終わりました。はい、ここで参加してくれた小学生の皆さんはもう一度画面をオンにしてください。改めて本日素晴らしいパフォーマンスを披露してくれた競技部門の出場選手50名皆さん全員です。もう本当にありがとうございました。もう、順位がついてしまうことと今日の時間に限りがあること、本当に悔しく思われるよ、ね、本当ですね、素晴らしい記録だと思います。全国大会出場が決まった選手の皆さんは事務局からこの後メールで連絡をさせていただきます。はい、そのまま退出せずに、メールで、はい、そちらをお待ちいただければと思います。では以上をもちまして、小学生ロボコン2021-22の全国共通予選操縦ロボット競技会をの競技部門を、終了いたします。皆さんありがとうございました。はい、ご参加ありがとうございました。ありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございました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 。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。また会いましょう。これからも頑張って。